最新テクノロジーを駆使する大学言語教育教員。最近の言語教育では、テクノロジーの使用がますます一般的になっています。特に大学レベルでの言語教育において、教員たちは様々な最新テクノロジーを駆使して、学生たちの学習を支援しています。一例として、オンライン教材の利用が挙げられます。多様なデジタル教材があるため、教師は学生に対して実用的なリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの能力を向上するために、それらを活用します。また、オンライン辞書を用いた翻訳演習や、オンライン文法問題集などもあります。さらに、ビデオ会議技術やスマートフォンのアプリを活用した課外学習があります。学生と教員とのコミュニケーションを増やすことができるため、学習の質を高めることができます。教員たちは、最新テクノロジーの活用によって、学生たちにより多角的で、より実践的な学習環境を提供することができるようになっています。これにより、学生たちの言語能力は飛躍的に向上し、グローバル社会で活躍できる力を身につけることができます。